4月25日橋。左は、クリストレイゾー赤色の4月25日橋と、リスボン市街4月25日橋は、リスボンと定所川対岸のアルマダ島を結ぶ、長さ2277メートルの吊り橋。1966年8月6日に開通した。建設したのは、サンフランシスコのサンフランシスコオークランドベイブリッジと、同じアメリカンブリッジである。 開通した当初は、当時のポルトガルの独裁者、アントニオ・サラザールにちなみ、サラザール橋と呼ばれていたが、1974年4月25日のカーネーション革命のすぐ後、革命が起こった日から名前を取って解消された。長さは2277メートルで、上段が6車線の道路、下段が伏線の鉄道となっている。 鉄道部は当初建設した時から構想はあったが、経費削減のため実行されず、最終的に完成したのは1999年。現在は、私鉄のファータガスと CP のアルファ・ペンドラールを呼び、IC が通過している。道路部は、南側はアルマダで A2 に接続し、リスボン側では A5 及び南北線を介して A1、A8 と接続している。 6車線設けられているものの、車線幅が狭く、一部の車線では、金網の上を走行することもあり、制限速度は、時速70キロメートルに規制されている。アルマダ方面へは無料だが、リスボンへ入る方向では1.35ユーロ、徴収される。通行に際しては、ビアベルでの利用が可能。維持、管理は、バスコダガマ教と共に、ルサポンテによって行われており、 バスコダガマ教の建設をボット方式で行う際に、ページョン川に架か,かる日本の橋について、1996年1月より40年間の料金徴収が認められている。ありがとうございます。